皆様こんにちは。今ご紹介いただきました信州大学の西でございます。限られた時間でございますけれども、本日講座という形で私の題目信州と咲森歌という形でお話をさせていただきたいと思っている次第でございます。本来であれば歌の鑑賞、特に今回咲森歌ということですので、普段聞き慣れない語彙が歌の中に読まれていたりということがございますので、本来であれば口語訳つけた方が良いかなと思っておりましたが、いかんせん歌の数がそこそこ多ございました。ということで今回は書き下しの本文だけでお話をしていくというような形になります。つきましてはですね、もう少し内容を突っ込んで咲森歌確認したいなと思われる方はぜひ図書館の方に出かけていただいて、お勉強していただけると、主催された図書館協会も、大変ありがたいことと、言っていただけるのではないかと思います。で本日お話しするのは、咲森歌の中でも特にですね、東山道を通った人たちを取り上げたいという趣旨でございます。本来であれば信濃の国でございますから、信濃の国の咲森歌を取り上げるべきところではございますけれども、そちらは第2項の中西さんの方にお渡しするというような形で、1300年前にですね、この信濃路を歩いた、木曽路を歩いた咲森たち、どういう思いでこの信濃の山道を歩いていったのか、そういったことははっきりとは正直申し上げると出てまいりませんけれども、そんな意味でもこの地を確実に歩んだ人たちがいる、そういう人たちが1300年前にその思いを、さまざまな思いを歌に残したのだというような形で見ていただけると、何がしか信州の地にいたであろう1300年前のご先祖様の気持ちが何分かも理解いただけるのではないかなと思っております。資料を見ていただきますと、1枚目がですね、大きな地図を1枚入れておきました。古代の道というのはですね、なかなか現在でもわからない部分が大変多ございます。いろいろな形で資料を当たっておりますけれども、古代の道おおよそですね、現在分かる範囲のところでまずはご紹介してですね、あ、こんなルートなのかということを頭に置いていただいた上で、作品の内容を確認をしてまいろうということでございます。東山道という道のルート、その道見ていただきますと、ちょうど日本の真ん中を、ぶった切るようにですね、東山道を通っております。現在 の, 都道府県との地図とおおよそ重ねておりますので、見ていただくとお分かりいただけるかなと思う次第ですけれども、ワインカラーの色が基本的には東山道と言われている道になっております。長野市は、駅北陸新幹線という北陸という地名を持った新幹線が通っておりますが、残念ながら北陸道という道からすると、北陸新幹線の道をおおよそたどりながらも少しばかりルートが違っているということがこの地図からも分かっていただけるかと思います。でですね、東山道というのは歴史上そんなにたくさん歴史の上で名前を残した道ではございません。1枚目の地図丸の1というのをご覧いただきたいと思います。木曽路、東山道のことをおよそ木曽路と呼んでよいだろうと思います。これなぜ東山道イコール木曽路という名前で今回呼んでいるかと申しますと、歴史資料の中に出てくるのはすべて木曽路であるとか木曽山道という名称で名前が出てまいります。大きく3つしか実はこの木曽という名前が道としては残されておりません。1つ目が A でございます。大宝2年、西暦で申しますと702年の歴史事実としてそこに書き下しにいたしましたが、初めて美濃の国木曽路を開く、木曽山道を開くという、そういったような記事が出てまいります。これが
東山道の初出、初めて歴史の上で残っている、山の道としての、 あの木曽山道という地名が出てまいります。ただし見ていただくとお分かりのように美濃の国という、お隣の岐阜あるいは愛知の方の、地名が旧国名とともに現れているということでございます。でもう一つがですね、その11年後、和道6年という B の部分をご覧いただきたいと思います。11年後の秋の、記事の中にですね、美濃、志野、信濃二国の、境境県祖にして往来観南なりよりて木曽路を通ずというこういう記事が、出てまいります。美濃の国と信濃の国、この2カ国の間のをつなぐ道という道は大変険しいと、そういったような状況があったので行き来には大変苦労が多かったということで木曽路を開くという形で、すでに以前に美濃と木曽、美濃と信濃の間をつなぐ道があったんだけれども、それは大変往来に不便であった、それゆえ木曽路を開くことにしたのだという記事でございます。ですから11年前の木曽山道とこの木曽路は同一なのか違う道なのかという問題が実はここに生じてまいります。そしてもう一つ、その翌年和道7年という、記事が残っております。木曽路を通ぜるを持ってないという形、これちょっとその前にも記事がございますけれども、その部分だけが今回問題になりますので主要な部分だけを拾いました。つまり前の年の7月に木曽路へ新しい、行き来しやすい道を作るという記事が残り、翌年の2月、約半年後に、木曽路を通ぜるを持ってない、人の往来ができるような道の整備を終えることができたのだという、そういった記事が、出てまいります。実は歴史上木曽路あるいは木曽山道という地名が残っているのはこの3つだけしか実は奈良時代の記事はございません、大変資料が少のうございます。そういうことも踏まえて、1枚目の資料最後でございますけれども、信濃路と万葉集の中には3399番の歌の中に信濃路という名前が残されております。これと、そのように信濃路と呼ばれる道とですね、この歴史上残っている木曽路、木曽山道と呼ばれるものが、どういう関係にあるのかということは実はまだ解明が十分にされていないというのが現実でございます。しかもですね、信州この長野県の中の木曽路あるいは信濃路という道がどこを通っていたのかというのは実は諸説あって定まらないというのも現実でございます。それで資料2枚目の方へお進みいただきたいと思います。でですね、そうやって考えてみて今回依頼をいただきました、私はもともとは文学関係の文学畑の人間でございますが、こうやって信濃路を扱う以上はある程度調べとかねばならないというようなこともあって、信濃路というものをどういうふうに理解しているのかということを調べてみると、おおよそ2つあるということが分かりました。こう、おつと出した資料でございます。一つ目の項をご覧いただきますと、 A と B つまり木曽山道と木曽路と呼ばれているものは同じものであるというふうな理解をされている説が一つございます。これは比較的古い資料ですけれども、吉田東吾という地理学者が書かれた大日本地名辞書という中で触れられている見解でございます。もう一つ、オツをご覧いただきたいと思いますが、A と B で書かれた木曽山道と木曽路というのは異なるものだという見解を出しておられる方がおります。で、大宝2年のルートというのは現在三坂峠を越えて天竜川を遡る稲路、いわゆる稲川を通ったルートだろうと。で、和道6年B の資料でございますけれども、これはいわゆる木曽谷を通るルートではないかと、
という説が出されております。これは長野県の、在野の方が、書かれたものでありまして、一志茂樹さんという方が信濃という歴史雑誌がございますけれども、そこに木曽路とに関わる資料で出された、比較的これもやっぱり古い資料でございます。こういったような2つの説があって、まあ、定まらないなということでお示しをしたわけですけれども、まあ、そこに矢印を2つつけておきましたけれども、これらの古い道、古道と言われているものは現在の木曽路、中山道、木曽街道、木曽福島を通過する中央清線と重なる道筋が比較的近いのかなと思われます。で、異なる説として三坂峠越えのルートなどが現在でも唱えられているというのが現実です。そういう意味で定まらないのだと、今日冒頭で私申し上げた次第です。そこにご紹介したのは土屋文明といって荒木派の有名な歌人でございますけれども、彼の注釈書は独自の説を立てているというようなことがあります。あるいは西内寺峠を越えるルートではなかったかということも説として挙げられておりますので、この辺なかなか決着がつかないなということが言えるかと思います。基本的には同一かなという気もするんですけれども、木曽山道と木曽路ということで言い分けたってことはオツの可能性も十分あるだろうと思っております。10年間の中で大きく名称が変わるということはあまり考えられません。で、そういったようなことを考えた上で仮説として今日ご紹介していくのは、先森が歩んだ木曽路はどのようなルートであったのかということになってまいります。で、木曽路というのは今申し上げたように東山道という五基七道と呼ばれる道の一つがその道でございます。奈良を支点としてですね、全国へ、大きなですね軍隊を派遣するために大和朝廷あるいは、奈良の役人たちが作った道でございます。官道でございます。で、これはですね現在の東海道新幹線とか、山陽新幹線あたりなども実はこのルートの上にあります。つまり1300年前の人たちが作った道と今私たちが利用している高速道であるとか、新幹線のルートは実は1300年前の人たちと発想があまり変わっていないということになります。残念ながらトンネルをうがつことは当時はできませんので、峠越えをするという形でルートが作られていたことが分かっております。2枚目の資料の丸の2を今度ご覧いただきたいと思います。先森が歩んだ木曽路という込み出しをつけましたけれども、今申し上げたように奈良時代というのは五基七道と言われるような編成をしておりました。五基についてはそこをご覧ください。奈良県、現在の奈良県を中心にした府県がそこにあります。七道と申し上げるのは、何々道とつくものでございます。ただしこの中に先ほど私のご紹介をいただきました北海道は残念ながら入っておりません。まだ、奈良時代の人たちにとって北海道は、認知されておりませんでした。はい、認知されておりませんでした。だいたい2番目に出てくるのが東山道でございます。東山道を見ていただくと現在の青森、岩手、それから、秋田、宮城、山形、福島の東北6県、さらには栃木、群馬、長野、岐阜、滋賀をつなぐ道であったということが分かっております。これは実はそこにお示しした資料最後に延喜式という署名を挙げておきました。これは奈良時代ではなくて平安時代に作られた資料から復元したものでございます。まあ、おおよそ正しいかなとは思いますけれども、そこに記した栃木、群馬、長野、これが実は今回東山道として読まれていた先森たちの歌として主に取り上げる作品になります。ただし問題がございます。1枚目の地図見ていただきますと、戻っていただきたいと思いますが、地図のところにですね東山道ちょうど東北の方からワインカラーの道がたどっていってずっと行って滋賀から京都の方へ入って奈良へ抜ける道でございますが、そこにですね途中に東山道武蔵路という道があるのお分かりになりますか。これ実はですね奈良時代は
東山道に武蔵の国が入っていたんです。で、おおよそ、平安時代初期、奈良時代末くらいに実は武蔵の国は東山道から切り離されて東海道に付け替えられる国なんです。こんな風にして実は奈良時代から平安時代にかけて武蔵の国の位置が変わってるってこともちょっと頭の隅に置いといていただきたいなと思っております。これを話し出すとですね、この道の説明だけでこの講座終わってしまいますので、あまりこれ以上は深入りいたしませんが、 東海道という道そのものはですね、なぜ武蔵の国が入っていなかったかということだけ申し上げておきたいと思いますが、その地図見ていただくと神奈川県の三浦半島ございます。そこから実は東海道は海路を通ります。そして房総半島の突端、旧国名でいうと阿波、上総、下総と通る道になっていたんです。ところがやっぱりそこは海の水の流れが速いということで、平安時代末から奈良時代初期に陸路に切り替えられるんです。その関係で武蔵が東山道から切り離されて東海道の一国になっていくと。でも奈良時代は実は東山道の国であったということになりますので、今回武蔵の国の咲森歌は私東山道の歌として取り上げることにいたしたいということで、およそイメージとして、この、ルートを考えておいていただけると、これから見ていく、1300年前、残念ながらこの、長野あたりは東山道からは外れた道ではございますけれども、ご先祖様が歩むということは何らかの形でその歴史をこの歌集の中に残した。で、これが記録されたことによって、地方で名もなく生を受けて生涯を終えた咲森たちが1300年以上にわたって名を残しているということです。一人一人名前が全部ついて歌が残っている。本当にこれは東国の名もなき人たち、この歌がなければ名前を残すことなんかありえなかったんです。ところがこの咲森に駆り立てられたこと、動員されたことは彼らにとって不幸な出来事です。その一方で彼らは自分たちの力の関係とは関わりなく永遠におそらくこれは名前を残すことができた人たちだった。皆さんどうやったら1300年ご自分の名前残せると思いますか？そこをやっぱり考えてみたときに、本当にその意味で言うとこれは貴重なもの、記録として私たちは受け取っておかなきゃいけないものなんじゃないか。どのような歌が読まれたにしても1300年前の本当に一庶民が自分の命をかけて咲森として任務を全うしようと、太宰府に九州へ向かっていった、その人たちが明らかに生きていたということをこの歌が示してくれているのだということは、やはり私たちは畏敬の念を持ってこの歌って向き合っていかなきゃいけないかなと思ったりもいたします。まあ、そんな意味で東山道の、歌人たち、東山道を歩んだ歌人たちをこれから2枚目の後半から、見ていきたいと思います。で、今日お示しした資料、このあとですね、東山道の咲森歌というのを国ごとに見てまいります。で、これ実はですね、万葉集に収められた順番になっております。一番早く出てくる東山道の国は下野の国、現在の栃木県でございます。国名というものは大変合理的にできております。資料2枚目から3枚目にめくっていただくと、丸の2というので、我が信濃の国が出てまいります。で、大変申し訳ございません、老眼になったということでお許しいただきたいんですが、その3枚目の資料の後半、信濃の国の歌は3首あって、次神津家の国が丸の1となっておりますが、ここは丸の3の誤りでございます。大変申し訳ございません、修正をお願いしたいと思う次第でございます。栃木県は下野、群馬県は神津家の国と、こういうふうにして国の名前っていうのは大変秩序だって付けられているというのが分かります。上と下、
あるいは前中後ろというふうに国の名前がつきます。前中後ろとつくのは越前越中越後と、新潟北陸の方のあの国々が出てまいりますけど、この順序は都から近い方が上、次が下でございます。都から近いと前中後というふうに国の名前がついておりまして、これはこの七道が通る順番です。ですからその意味で言うと、信濃の国、下野の国が出てきて次に取り上げられるのが信濃の国なんですけども、本来であれば上野の国があって信濃の国と、東山道の順番でいけばそうなるようでございますが、万葉集は兄はからんや、信濃の国の方が、先に何話についておったということがこれでわかるんです。はい、大変な苦労をしていったかと思います。先森たちは、この歌を読んだ者たちはすべて徒歩で栃木から東山道を通って何話まで、すべて徒歩で移動することになります。やってみますか皆さんいかに大変なことか。彼らを引き連れていった、長官はおそらく馬です。それ以外はすべて徒歩で、しかも食事も自己調達、与えられるものは一切ありません。風邪をひいた、怪我をした、歩けなくなった、そうすると近くの馬屋に置いていかれます。ですから彼らにとってみれば命がけだと言っていいと思います。ですから家族に対する眼差しが非常に強い歌が多いってことが咲森全体を通して言えるんです。別れなければならない父母、あるいは家族がいれば子供妻、そういったような人たちに対する眼差し、それが大変強く出てまいります。それはなぜかといえば今生の別れになるかもしれない、そんな思いが歌の中からは現れてまいります。もう一方で今日見ていただく東山道の咲森歌の下野の国の一首目を見ていただければ、これが今から80年ほど前、第二次世界大戦が始まった時に万葉集が国策として利用された、そんな歌の一首がこの下野の国の一首目に出てまいります。そんな形で、国威発揚のような歌が残される一方で、家族との別れを惜しむ、家族との再会を強く願う、そういう歌が読まれているということを、今回信濃の国は取り上げませんが、下野、上野、そして武蔵の国というところで見ていきたいと思います。実は下野、上野の歌には咲森しか出てまいりません。ところが武蔵の国の歌を最後に見ますけれども、そこには家族が歌を読みます。奥さんが歌を読みます。ついてったわけじゃないんですよ、何話まで。ってことは国を出発するときに家族で歌を読んだ、そんなような。ですから歌というものが地方のこういった庶民の方たちにもそれなりに浸透していた、ある程度の浸透はあったのだろうと思われるのが、この咲森歌を見ていて見えてくるところでございます。では早速下野の国、栃木の咲森歌から見てまいりたいと思います。たくさんの咲森たち、おおよそ皆さん人数ってイメージできますか？一国からだいたいどれくらい咲森が挑発されていたか。これは地域ごとにだいたい村、最小の単位は50個ごとの単位で出されますけれども、おおよそ一国で200人から300人挑発されております。ただし帰ってくるのはそれの3分の2くらいしか帰ってこなかったんじゃないか。つまり病で倒れる、向こうで咲森の任務の途中で生涯を終えてしまう、そういったような人たちがいたと言われています。でもその死亡の知らせは一切伝えられていません。帰ってこなかったってことがそういう結果だということなんですね。旅の途中で倒れたのか、咲森の警備の仕事の中で生涯を終えたのか、そういったことすら分かりません。
でももしかするとここに残した歌うたの咲森たちはそういった人たちの一人であったかもしれないってことにちょっと思いを寄せていただけるといいかなと思っております。で、下野の歌の第1目です。今申し上げたようにこれは第二次世界大戦の時に大変不幸な歌として取り上げられた作品の一種でございます。今日よりは帰り見なくて大君の四股の見立てといでたつ我は、今日よりは帰り見なくて大君の四股の見立てといでたつ我は、万葉集基本的に五七のリズムで切っていただけるとおおよその意味が取れる歌でございます。これもまさに五七のリズムで取っていただけるといいかと思います。おおよその意味は今日からは、だからこれは旅立ちに出るその時から、その思いが非常に強く出ています。今日よりは帰り見なし、振り返ることなどするまい。ですから太宰府へ出かけていくその咲森としてのここに名前を残した余祖父という人物です。お名前にはできるだけルビを今回振りました。今祭りの余祖父という人物です。彼は今日のこの日からはもう振り返るまいっていうんですね。帰り見なくて、どんなふうにして振り返るまい、なぜ振り返らないのか、自分のふるさとや家族のことを思わないのかというと、四股の見立てと大君の四股の見立てといでたつ我は、私はこれからは力及ばないけれどもお守りする、その天皇をお守りするその盾となって私は出発するのだから、もう今日からは家族のことは振り返りまい、そんな自分を奮い立たせる歌だ。私などはその家族との別れ、この背後に帰り見できない、帰り見したいんですよ、振り返りたい、でも振り返ってしまったら心が揺らぐ、そんな思いの中でこの歌は読まれたのだと思えば、80年前の、国威発揚として使われた歌としてはあまりにもふさわしくない、そういう思いになってしまいます。この、作品をいつも私取り上げるときに言い添えるのは、皆さん聞け和田摘の声という本はご存知でしょうか。特攻隊に出かけていく青年たちの残した家族への手紙、ああいったものと彼らが取った行動っていうのは全く別物なんですよね。でも彼らの持っていた思いっていうのはどこにあったのかというと、聞け和田摘の声の中にある家族への思い、兄弟への思い、感謝、そんな思いがあるのだろうと。ですからこの歌っていうのは表向きの歌なんですね。この背後に彼はどんな思いでこの歌を読まざるを得なかったのか、そこに思いをいたしていただけると、この歌1300年後に我々が見ても救われるのではないかと思うわけです。もしかすると、あ、そうだったんだなと思って、今日皆さん床についていただくと夜余祖父が現れるかもしれません。私の本心知っていただけてありがとう。分かりませんよどんな顔してたのか。でも私はこんな風に読んでみたいと思うんですね。四股の見立て、もう足にももう本当に力にはなれないけれども、帝をお守りする盾として自分は今日出発するのだ。ですから今日よりはというこの言葉の強さです。昨日までは家族を愛する思い、家族を慈しむ気持ち、でも今日からはもう違う、そんなことは振り返らないんだ、これ振り返らないんだじゃなくて振り返れないんだろうと私は読みたい、そんな思いがこの歌には込められているだろうと思います。この調子で読んでいくと、本当に武蔵にたどり着かなくなりますので、ちょっと頑張りたいと思います。2週目でございます。雨土の神を祈りて札屋抜き筑紫の島を指してゆく我は、雨土の神を祈りて札屋抜き筑紫の島を指してゆく我は、まあ、雨土の神を祈る、まあ、神に祈る、天地空の神、地の神、そういったような神々にですね、私は祈りを捧げて、そして札屋、まあ、弓矢を背に負って筑紫の島を指して目指して私は行くのだ。これもやはりその
九州だけを見ている、振り返らない、顧みなしと読んだ歌に対して、無事にたどり着けるようにという思いが、おそらく雨土の神を祈るというこの言葉の中に出てきているのだろうと思います。そういうふうに見てみると、なんか自分を奮い立たせる、後ろを見てしまったらその気持ちが折れてしまう、そんな歌として、この歌を見てみると、筑紫の島を指して行く我は、目指して私は行くのだ、行かねばならないのだ、そんなふうにこの歌を読み取ることができる。そうやって見たときに、家族との別れを本当にやっぱり悲しい思いで彼らの本心としてあったのであろうと。荒耳さんです。太田の荒耳、なかなか聞かない名前ですね。さっきのヨソフさん、などと出てくる名前、非常にバリエーションの多い、古代人の名前が出てまいります。皆さんが知っている名前っていうのは、男性であればマロがつくとか、例えば万葉歌人であればヒトマロなどという名前がついたりしますけれども、そんな名前めったに出てきません。地方の、人たちの名前っていうのは大変バリエーションの多い豊かな名前でありますけども、この太田の耳、荒耳の家でも、やっぱりもう彼は、これ実際に弓を背負うのは九州に行ってからです。でも自分の思いを振り立たせるためにこのように歌を歌う、出発の段階の歌として自らを鼓舞するような歌になっている。まだ背負ってはいないけれども、そういう思いになるのでありましょう。で、雨土の神を祈るって、皆さん例えばですね、長野県って大変こういうことに対しては古い思いが残っている地だなと思いますけれども、ちょっとしたお社のそばにですね、入り口とかに神社とか行くと祠があるのお分かりになりますかね。あるいは峠道の入り口であるとか、峠道ちょうど山の頂上などに祠があったりするのお分かりになりますかね。ウォーキングとかハイキングされる方なんかはよくご覧になってるかもしれません。峠を越える、坂本に来るっていうのは新しい土地に行くことです。その土地にはその土地土地の神がいます。必ずそこでみんな人々は祈りを捧げるんです。怪しいもんじゃございません、無事に通してくださいな。八百万と呼ばれる私たちの神に対する信仰の表れというのは、雨土の神を祈るというのは、ただ単に自分の普段守り神にしている神に祈るだけじゃないんです。通っていく道々にいるその神たちに祈りを捧げて、無事に九州までお導きください、そんな思いがここにはある。なぜか、彼らはもう一度自分たちのふるさとに帰りたいんですよ、やっぱり。だからとにかく神に祈りを捧げながら、無事の帰還を彼らは願っている。当然これは、指して行く我は、筑紫の島を指して行く我はという言い方は雪だけにしか言っておりません。でも当然帰り道、無事に帰れるように、そんな思いがこの裏の中に、背後にあるとしたら、やはり自分のふるさと、そういうものに対する思いの強さというものを、私はここで、汲み取るべきなのかなと思ったりもいたします。急ぎましょう。次でございます。もののべの真島くん、もののべの真島くんでございます。これ上にですね、名前の上に課長ってついてるの気になりますよね。この課長っていうのはですね、10人ずつグループになるんですよ、先森って。必ず10人ずつグループになった、そのグループのリーダーです。ですから A グループは、今祭りのヨソフ君がリーダーなんで、 B グループは太田の荒耳君がリーダーなんです。そんな風な感じだと思っていただければ。実は4種目からなくなりますよね。ですからこれはそのリーダーに導かれるその他大勢です。そんな風なイメージで持っていただけると分かるかなと。ですから最初にリーダーたちの歌がこう残ってるってことになるわけですね。でリーダーの3人目です。もののべの真島ですけれども、松の毛の波たる見れば、岩人の我を見送るとたたりしもころ。
松の毛の並たる見れば、岩人の我を見送るとたたりしもころ。ちょっと分かりにくい言い回しが出てまいりました。松の毛であるとかですね、岩人、家人ですね、このあたりは東国方言なのではないかというような説が出されております。まあ、そんなふうに見ていただいても、これはもう出発後でありましょう。そんなふうに見えてまいります。なぜか松の毛の並たる見ればなんですよ。街道沿いに歩みを進めていきます。そうすると街道沿いに、道沿いにですね、松がずっとこう植わってるんですね。その松の並んでいる、植わっているのを見ているとっていうんですよ。それが何に見えたか、岩人の我を見送る、あのふるさとを出発するときに家族が一列に並んで自分を見送ってくれた、その姿に見えるっていうんですよ。松の木が、そういうふうにして、並木、松の並木を見ていると、家族がですね、自分のことを見送って立っていた、それが本当にその家族のように松の木が見えてくる。もうこの辺りになるともうダメですよね。なんかさっきの四股の見立てはどこ行った。家族を思う気持ちが歌の背後じゃなくて表に出てきてるんですよ。もうだって松の木並んでるのを見て、あ、父親だ、母親だ、家族だ、子供たちが並んで見送ってくれたな、そんな風なものを思い出すんですね。当時はスマホなんてありません。別れ際に、じゃあ行ってくるよって言って、ちょっとみんなで写メしようってカシャって撮ったらいつでも見られますよ。でも見られないんです、彼らは。だから別れの時の記憶って鮮明に彼ら残していくんですね。だからこういった並木をちらっと見ただけでも、そこに家族の姿、顔がふーっと浮かんでくる。もう彼らにとってみれば自分の家族との別れを惜しむ気持ちが前面に出てきてしまった。最初は頑張ってましたよね。筑紫の島を指してゆく我、巫女の仕立て言ってた割にはもう3人目のリーダーダメなんですよ。そんな風なところの歌で、いよいよその他大勢の咲森たちの歌へと、移っていくことになります。ちょっとペースを上げましょう。旅行きに行くと知らずて、あもししにことを申さずて、今ぞ悔しけ。旅行きに行くと知らずて、あもししにことを申さずて、今ぞ悔しけ。当時の人たちっていうのは、例えば私たちは、まあ、先ほどご紹介いただいたように、今日私夜東京で会議があって新幹線に乗るわけですけれども、新幹線ができた、できてからしか私長野に住んでおりません。それまでは特急で行き来して薄い峠を越えるというところでは大変すごい坂を越えていくっていう話を聞いておりましたけれども、大変便利になりました。でもそういった時にですね、私はやっぱり東京行くっていうのは全然旅の感覚がありません。ところが当時の人たち、1300万年前の皆さんの ご先祖様もそうだと思います。例えば隣の国へ行く在の人たちが、信濃の国から隣の美濃の国へ行くってことはほぼありえません。勝手にあっちこっち行っちゃいけないんです、当時の人たちって。ですから自分の生活空間っていうのは自分の普段使いの空間しかないんですよ。それが全てなんです。だからその自分の居住地を離れることが全て旅になります。だから隣の町へ行くって言ったら旅です。こっから松本行くって言ったら旅です。大変なことですよね。歩いていきますから。今だと車とか電車でシャーッと行ってシャーッと帰ってきます。そんなことできません。ですから彼らが咲き森となるってことは、家を出れば旅ですから、この冒頭で旅行きという言葉が出てくるのも、ふるさとを離れるという言葉とほぼ同じです。そんなような意味で見てみると、旅行きに行くと知らずて、まあ旅に出かける、つまり咲き森としてふるさとを離れねばならない、そんなことになるとも知らないでってことなんですよ。
知らずに、次、アモを死し、これも珍しい言葉です。父、母、父なんですね。意外と皆さんこの後見ていくと、母は強しです。父は意外と日陰者でございまして、2番目にしか出て、父、母ですよね、普通今だと。ところが、咲森の歌見てみますと、ほぼほぼ母は偉大でございます。アモを死し、これもおそらく東国方言になるのではないかと。おも父というのがこれ本来の古代語の表現でございますが、おもあもししししちいちっていうのがそのまんま発音が破裂音にならずに抜けてしまうのでししになると、おそらくそんな違いがあるのかなぐらいは推測ができるところでございますけれども、お母さんやお父さんにことを間をさずて、こと言葉を申し上げることもなく出てきてしまったことが今ぞ悔しけ、これももう旅立った後ですね。旅に行く、いよいよ出発してしばらく歩きました。その時に行ってくるよ、そんな言葉もかけずに父と母親と別れてきてしまった、ああ一言達者でなとか元気でね、そんな言葉もかけずに旅立ってきてしまった、出てきてふるさとを後にしてしまった、それを今思い返すとっていうんですよ。今ぞ、今この時になってよくよく考えてみると、ああ悔やまれる、あの一言、最後一言言葉をかけたかったな。でも帰るわけにいかないんですよ、もう引き返すことなんかできません。その他大勢です彼、はい、その他大勢ですから、すみません、ちょっともう一回家まで戻ってお父さんとお母さんに一言かけたいんです、こんなこと許されないんです。ですからこの悔しさというものはやっぱり彼にとって無事に帰るしかない、そんな思いになるかもしれません。川上のお湯と、なんとなく名前らしいですよね、もしかするとこの中に川上さんという方おられますでしょうかね、もしかすると遠い親戚にあたるかもしれません、太田さんはいらっしゃいますでしょうか、遠い親戚かもしれません、こんな形で、名前を残すことになったことを本人は全く知りません。で次5首目でございます、やはり母親でございます。あもとじもたまにもたまにもがもやいただきてみずらの中にあえまかむまかむまかむまかまくも、失礼しました、あもとじもたまにもがもやいただきてみずらの中にあえまかまくも、お母さんなんですね。だってこれ咲森って男性です。だいたい年は15歳ぐらいから咲森の長髪が始まります。でだいたい40代ぐらいまでは長髪の対象になります。当時の年齢ってだいたい皆さん40代半ばくらいが平均寿命ですよ。もう後期高齢者でももう矢をなしに使われておりました。もしかすると咲森の制度が残っていたら、ここにいる大部分の男性の皆さんは九州まで行かねばならないかもしれないということになる。私なんかは一番働き盛りですので、もう率先して生かされる立場でございます。あもとじ、とじっていうのはこれお母さんということで、このとじっていうのは女主人という意味なんですね。家とじなんていう言葉が残っておりますけれども、とじという言葉が、残っておりますけど、これは女の主人ということです。ですから母親っていうのがよく言われるのは、財布を握っているのはどっちか、大蔵省はどっちだという話をよくする場合がありますけれども、大体女性が握ってますよね。ご家庭ではそんなことありませんか、平等でしょうかね。大体女性に握られているという方が多いのではないかと思うんですけれども、まさにそれが古代の家とじです、はい。でここは母とじという言い方が出てまいりますけども、家の主人、家を管理する人っていう意味ぐらいです。ですからお母さんに、お母さんがってことなんです。
あのうちの家を管理運営してくれているあの母親がってことなんです。たまにもがもや、もうがも、ちょっとなかなかね、がんもどきみたいな言葉ですけれども、もうがもっていうのは自分の願望を表すんですね。これだから玉であってほしいなと、ブレスレットに巻くような玉であってほしいな。これね、よく女性を例えるのにどんな言葉、ものに例えますか。万葉集の中では姫ゆりという言葉を女性に例えます。これが鬼ゆりであれば大変なことだから、ここもやっぱり玉なんですね。鉱石の玉であったり真珠であったり、そういったような貴重なもの、そういうものであってほしいなと、この咲森は言うわけです。なぜか、いただきて水らの中にあえまかまくもと、まさにですね、いただくっていうのはものを丁重にこう扱うことですよね。はい、捧げ持つってことです。大切に大切に持ちながら、どうするかというと、水らの中にと、この水らっていうのは当時の男性の髪型です。ここのところ髪の長いこう垂らしてある髪をまとめてこう両側に耳面と言ったりしますけれども、ここでクッとこう巻いている大和タケルなんかの髪の毛なんか、こんなので絵で見たことあると思いますけれども、こう大切に大切に捧げ持ちながら自分のこの髪の毛の中に置いて、そうやってですね、水面の中に混ぜて巻きつけようと。だから玉であればそれをブレスレットのようにして、その中の一つに母親をつけて、この髪の髪を結ぶここにぐるぐるぐるっとこう巻いて持っていこう。なぜか、会いたくなったらそれ見りゃ母親なんですよね。物じゃない、物に託してるんです。この思いは自分の思いを持ってく、母親背負ってくわけにいきませんから。だから玉にもがもやと、玉で会ってくれればな。そうすると大切な玉として持ちながら、自分のこの髪に巻く紐の一部として結いつけて、そばにいつも置いておけるのに、それも叶わない。だから願うんですよ。願いを歌に込めてる。家族と共にいつもありたい、そんな思いがこの一首の中にも出てくる。父が出てこないんです。残念なことに、お父さんはそのまま、やっぱお母さん、母は偉大ですよね。そういう意味では1300年前からやっぱり家族の中で父と母のランク付けっていうのは厳然たるものがあったというのがこれで見えてまいります。そして次の歌でございます。つく日よはすぐは行けども、あもししが玉のお姿は忘れ、せなふもと。つく日よはすぐは行けども、あもししが玉の姿は忘れせなふも。非常にちょっと最後の第5句目が、分かりにくい表現に、なっているかもし、れません。こういったような、言い方で、つく日よはという言い方がこう出てきるんですけども、月日ぐらいですね。これはなんとなくイメージができるかもしれません。月日ですね、月日。そういったようにですね、まさに、月日やお日様やお月様ってことです。これは時間を表す言葉ではなくて、お月様はやお日様はというような意味でございまして、そういったような、月や日やさらには夜はってことなんですね。当時の人たちっていうのはこれ集団で移動してますから、なんか今みたいにビジネスホテルがあるわけじゃありません。だいたい20キロぐらいごとに馬屋というのがあって、休憩所があったりします。身分の高い人たちはそういう屋根のあるところで休む、夜は過ごすことができます。咲森たちはこんな屋根のあるところになんか寝れないんですね。野宿をして、何話へと向かってまいりますけども、一日を過ごして見えるお月様やお日様、そして夜は、そんなものはすぐは行けどもと、そうやって通り過ぎて行ってしまうけれども、あもおししが、ここもやっぱり皆さん母親からです。はい、
お母さんやお父さん、そんなような、お父さんやお母さん、親のその玉の姿はっていうのは、これ玉のように素晴らしいお姿はってことなんですよ。褒めたたえております。玉のようなって出てきた時にって、これ結構立派なとか優れたっていう意味を持ちますよね。玉のような赤ちゃんって言って、丸々と太った赤ちゃんって意味じゃないんですね。あれ立派な赤ちゃんって意味で使いますよね。丸々と太ってるっていう、なんか最近誤解してる方もいるようですけども、くれぐれも誤解のないようにしていただきたいと思います。立派なという意味がこの玉という意味に込められています。鉱物としての玉、真珠であるとかそういうものも含んでいますので、めったに手に入らない立派なもの、そういう意味で玉の姿というのは、お父さんお母さんの素晴らしいお姿は、忘れせなふもというような形で最後読まれるわけですけれども、これ、なんともちょっと分かりにくい言葉ではございますけれども、この部分打ち消しなんですね。忘れることなどできはしないという、そんな意味になる東国方言だろうと言われております。ですから月やお日様やお月様、そして夜というものは毎日毎日どん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 過ぎ去っていってしまう、そんなことはどん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 忘れてしまう、そんなことになっているんだけれども、お父様お母様の素晴らしいお姿というものは、私は忘れることなんかできはしないのだ、もうだんだん勇ましい姿はどこへ行った、そんな感じになってまいります。ちょっと急ぎます。もう本当に武蔵の国にたどり着けないんじゃないかという気がしてまいりました。急ぎましょう。3枚目の資料をお進めいただきます。ちょっとピッチ上げてまいります。白波の、よそる浜辺に別れなば、いともすべなみやたび袖振る。白波のよそる浜辺に別れなば、いともすべなみやたび袖振る。我慢できなくなりました。振り返っちゃってるんですね。振り返ってしまっております。まさにですね、この白波が打ち寄せる、その白波が打ち寄せてくる浜辺で別れてしまったので、白波が絶えず打ち寄せてくるその浜辺で家族と別れ別れになってしまったので、いともすべなみ、いともすべなみというのは、まさにこれはここではですね、何ともしようがない、もう晩酌尽きた、もうたまらなくなりそうなのでということなんですね。我慢できなくなった、波が繰り返し打ち寄せるその波打ち際で、行ってくるよと言って家族と別れをしたんでしょう。そうやって別れてきたんだけれども、もう我慢できなくなった。今日冒頭で読みました今日よりはという歌がありましたよね。今日という意味の持つ言葉と同じだと思います。もう僕には耐えられない、このまま行くことが耐えられなくなったから、やたび袖振る、袖を振るんです。皆さん、袖を振るってどういう声か分かりますか？今でも袖振りってよく言いますよね。でこのやたびっていうのは8回って意味ではなくて、当然何度も何度も繰り返し袖を振ったということになります。もともと袖振るっていうのは、皆さんで大体こうやって振るんですね。横に袖振りってこういうふうに皆さん大体考えますが、袖振りっていうのは基本的にこう振るんですよ。縦に振ります。なんでかっていうと、離れた人との関係を作るためには招き寄せなきゃならないんですよ。これが振るなんです。皆さん今度よくご覧ください。金城陛下お手振りって必ずこう振るんですよ。こう振りませんよね。よくご覧ください。今度のお正月の一般参賀などでベランダにお立ちになった時に、皇族って基本的にこういう手の振り方なんですよ。はい。だから皆さんもぜひ品のある振り方でこうやってお振りになるとよろしいかと思います。ですから何度も何度も招き寄せよう、離れた家族の思いを招き寄せよう、つながりたいってことで、そうやってやたび袖振る。もう我慢できなくなったから振り返っちゃったんですね。そして一生懸命こうやって相手家族とつながりたい、なんとかもう少し
そんな思いが、これがですね、白波のよそる浜辺という舞台も繰り返し繰り返し引いては寄せ引いては寄せ、その風景と自分が何度も何度も袖を振る風景がそこに重なるんですよね。自分が別れた最後の場所、そんな風景とうまく重ねて歌を詠んだ。なかなかこの足利の氷の大隣のネマロ君、ちょっと似た親しみのある名前ですね、ネマロ、はい、ネマロ君、いい歌を詠んでくれました。次、太田君がまた出てまいります。太田のみなり君でございますが、なにわとを、これなまってるんですね、なにわとをこぎ入れ見れば、かむさぶる生駒高根に雲ぞたなびく。なにわとをこぎ入れ見れば、かむさぶる生駒高根に雲ぞたなびく。これはいよいよ大阪なにわの津に到着してるんです。ひたすらですね、東山道を彼らはひたすら歩いて大阪のなにわ津まで行きます。当時のなにわ津はどのあたりだったか、大阪城のあたりです。はい、大阪城の近くまで当時は奈良時代は水が来ていました。あそこ大阪城って高台なんですよね。はい、高台になっていますので、あのすぐそばまでなにわ津は海水が来ていた時代です。ですからあそこからは今度先森たち船旅です。瀬戸内をずっと船で航行していって、九州は名の大津という港まで一気に行きます。ですから半分陸路半分海路という、そのなにわ津についてですね、いよいよ船に乗って出発する、その姿がこの歌でございます。なにわ津と本来読むべきところがなにわとと、こんな表現になっております。このなにわの港をですね、漕ぎ出して見てみるとっていうんですよ。いよいよ自分たちは今まではずっと陸路で歩いてきてふるさととつながって、ところがこれで船に乗ってなにわ津を出てみたら、いよいよつながるものがどん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 なくなっていくんですね。このなにわ津から船に乗って漕ぎ出して、その出発したなにわ津を見てみると、何が見えたか、カムサブル生駒高根に雲ぞたなびく。カムサブルというのは、これは枕言葉、神とか、そういう尊いものにつく、枕言葉、ということになりますけれども、なんとも神々しい、神の宿る山としての神々しさのある、そんな中の、生駒山、その神々しい峰にですね、雲がかかってしまっているのだ。雲がかかってそのお山の峰を見ることすらできはしない、視界を遮られているわけです。あの山の向こうには自分のふるさとがあるのだ、ふるさとを最後目に収めておきたい、そんな思いで 船からなにわ津を見てみれば、その向こうにあるであろう生駒山には雲がかかってその先すら見ることができない、自然も家族と断ち切ってしまった、なんとも悲しい別れでございます。そして、次はですね、三輪を見の島丸くんでございます。国々の先盛り集い、船乗りて分かるを見ればいともすべなし。国々の先盛り集い、船乗りて分かるを見ればいともすべなし、これもあの前の歌との関わりになっているでしょうか。全国各地、東国各地から多くの先森たちが集まってきていると。そしていよいよこのなにわ津から船に乗ってどん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 ふるさとと別れていっているのを見ると、いともすべなし、二種前にいともすべなみというのがありましたね。はい、これと一緒です。もう何とも言葉では言いようがない、つらい、自分たちみんな同じ気持ちだってことなんですよ。だって他の国から来ている先森たちと思いを共感してるんですね。ここでみんなきっとそんな思いになっているのだろうな。だからどん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 船に乗せられて港を離れていく、そんな船の姿を、先森たちの姿を見ていると、もう自分では耐えきれない、耐えられないのだ、そんな思いになっていく。それがこのなにわ津での別れの場面、
また家族と直接別れる時のその思いとは違う思いがこう見えてきているのを感じ取っていただければいいだろうと思います。あと2種でとりあえず終わりましょう。やっときました。ふたほがみあしけひとなり、あたゆまいわがするときに咲き森にさす。ふたほがみあしけひとなり、あたゆまいわがするときに咲き森にさす。いよいよわからない世界に入ってまいります。この第一句目のふたほがみと、実は万葉集の咲き森の歌っていうのは漢字一字ずつで書かれています。だから確実に読むことができる。例えば一字ずつっていうのはこういうことです。とじとかってこう書いてあると読めますよね。こんな風に実はひらがなの生まれる前ですから、万葉集は漢字一字一音で書かれております。だからここもふたほがみと読むことはできるんです。ところが何を言ってるか全く分かりません。読めても意味がつかめない。なんとも困ったもんです。ついては興味関心のある方は川向こうで大隣のねまるをちょっと探して聞いていただけるといいかもしれません。関東方言で喋るでしょうから、きっと、鳥が鳴く東、鳥がさえずるような喋り方をしていると思います。もっとわからなくなります。そんな人たち、島麻呂ですけれど、広成くんですけれども、あしけ人なりと、まあ、あしっていうのはこれはよしに対してあしなんですよ。だから絶対的にダメな人ってことなんですね。はい、よしあしっていうのはいいか悪いかですよ、丸か×ですから。あしけ人なり、本当に嫌なやつだ。なんか気に触ったんでしょうかね。嫌な人だな、本当に嫌な人だ。で、あたゆまいと、まあこれもですね、あたゆまいっていうのもよくわからない言葉です。読めるんですけど意味がわからない。なんか急病かなにかかって言われています、注釈書見ますと。はい、あたゆまい、なんか本当に、だからふたほがみっていうのは名前かもしれないですよ。ふたほがみのあいつは本当嫌なやつだ。なぜか理由が説明される。あたゆまい我がするときに咲き森に刺すと、急病で、俺が、我がするとき、私が、急病になっているときに俺のことをあいつは咲き森に指名した。俺は病気なのに。だからこれふたほがみっていうのは地域の長かもしれないんですよ。で、俺は病気なって言ってんのに俺のことをわざわざ示した。だから本当にあしけ人なり、あいつは本当に嫌なやつだ。なんかとばっちりですよね。やっぱりどうやって咲き森から逃げるかっていうことは結構みんな考えてるんですよ。例えば骨折してますとかね。当時もなかなかみんな逃げるのがうまい人たちでしたけれども、ふたほがみあしけ人なり、あたゆまい我がするときに咲き森に刺す、指名したい。本当あいつは嫌なやつだな。でも彼はその命令に従って、指名に従って出てきてるわけですよ、病を押して。そんな薬なんてないですからね、自然治癒です、基本自然治癒の中で。だから彼はもしかして本当に名の大津までたどり着けたかどうかさえわからない、そんな人物です。下野最後の歌ですけれども、津の国に海の渚に船寄り、たしでも時にアモがメモがも、津の国に海の渚に船寄り、たしでも時にアガモアモが、メモがも。なかなか読みにくいんですね、咲き森の歌っていうのは。なんともやりにくいんですが、津の国というのはこれは摂津です。旧国名でいう摂津の国を表していまして、津の国と申しますけれども、摂津という旧国名でございますけれども、その国の海の渚にと、まさにですね、津の国のその海辺の
岸辺でってことなんですね。海の渚って言ってるのは、これ渚っていうのは波打ち際ってことですから、海の津の国の海の海岸の波打ち際で船装いとこう出てまいりますけれども、まさにですね、船装い、船の装いをしてと、船をきちんとですね、船出の用意をする、この装うっていうのは準備をするってことです。皆さんも今日装いを正してまいりましたか？その装いなんですよ。まさに準備をする、着飾るとか改まった、準備をしっかりして、船の準備をしっかりして、他市でも時に、まさにそうやって準備をしてですね、出発をまさに船出をしようとする時に、アモがメモガン、やっぱりここも母ちゃんなんです、父ちゃんはいい。悲しいです。男性の方にとってみればちょっと辛い時間でございます。お母ちゃんに一目会いたかったな、母親とに一目会いたかった、もがも、先ほど出てきましたね、たまにもがも、一目、自分がちゃんと準備をしていよいよ船出をする、そんな時に母親に自分の今の姿を一目見てもらいたかった。なんかこういうのを読んでいると本当に聞けわだつみの声の世界だなって僕なんか思うんですね。母親に一目晴れ姿を見てもらいたい、なんかそんな思いがある。でももうこの津の国、なにわの地、あるいは摂津の地から船出する時にはもう母親なんて遠いふるさと下野の国にいるわけですから。でも実はですね、特例があります。役人の身分の高い役人であれば家族を同伴することができたんですよ。はい、ただし下々はダメですよ。なんだってだって食事も自己調達ですから。そうやって考えるとやっぱりもう家族とはふるさとで別れてそれで終わりなんです。だから自分がいよいよ船に乗って意義を正して出発するときに、お母ちゃんに今の姿見てほしかったな、こうやって考えたときに、彼が5年の任期を終えてふるさとに無事に帰ってきたときに、母はいるだろうか、父はいるだろうか、先森の立場に立ってみたときに、そんな思いもあったとすればなおのこと、アモがメモがというこの最後の願望の願いっていうものは非常に大きかったんじゃないかなと私切に思っております。で、下野の国からで読んだ先森の歌っていうのはこれだけしかなかったのかと、まあ、いうようなことがありますけども、この津の国2の、樽人くんの歌を見ていただくと、最後にですね、2月14日下野の国の先森、こととり使い小6以上田口の阿蘇見大辺が立て祭る歌18首、全部で下野の国からは18首の歌が集まったっていうんですよ。ところがただし節烈の歌は取り乗せず、つまりもう箸にも棒にもかかんないやつは削って残ったのが今のだっていうんです。だからぐちゃぐちゃだったのもあるんでしょうねぐちゃぐちゃだったのもあるんだと思います。でもそんな中に残された本当にこの下野の国の歌歌っていうものが、単に勢いを自分の鼓舞する気持ちだけじゃなくって、家族を思う、そんな気持ちが赤裸々に読まれている、そんな歌もやっぱり万葉集の中に残されたっていうのは、何も本当に先森に向かって邁進することだけがこの歌を残した意味じゃなかったんだろうなって僕なんか思いたいです。まあ次、丸の2が信濃の国、これは第2項の方で触れていただきますので、そちらに お譲りしたいと思います。残り20分、なんとか香付け、香付けは4種しかございませんのでさっといきます。しかもここ丸1とありますが、ここは丸の3の誤りでございました。先ほども申し上げましたが、今一度申し上げてお詫び申し上げます。関森の歌、東山道香付け群馬からやってまいります。群馬はたった4種しかございません。最初に集めた歌は全部で12種もあったのに、4種しか残んないってことは、いかに香付けの人たちの歌が下手だったかそれを物語っているのではないかと思います。信濃の国、ちなみにもっとひどいですからね、12種あって3種しか残らなかった。ちょっと恥ずかしくなりますので、そこは触れないでおこうと思いましたが、つい触れてしまいました。では香付けの国1首目でございますが、笠間呂くんでございます。
なにわじをゆきてくまでと、わぎもこがつけしひもがをたえにいけるかも。なにわじをゆきてくまでと、わぎもこがつけしひもがをたえにいけるかも。まあ非常に私にとってみればいい歌かなとこう思いたい作品がこの歌でございます。まあ、非常にですねそういう意味で見てみると、なにわじをと歌い読まれてきますけれども、先ほどなにわずっとなにわどという言葉もありましたが、まさに咲き森たちが集まるこの大阪湾でございますけれども、その大阪湾に通じる道をってことなんですね。ゆきてくまでとと、行ってくるまで、これどういうことかっていうと、なにわじまで、なにわずまでその道へ続く道をふるさと神津家から行ってくるまでってことはどういうことかっていうと、戻ってくるまでってこと、ふるさとに帰ってくるまで、なにわに通じる道をふるさとから行って戻ってくるまではと言って、わぎもこがつけしいひもがを、愛しいうちの、人がってことなんですね。私の可愛い子ちゃんがってことです。わぎもこ、愛しい妻がぐらいでしょうか。ここではまさにそういった愛しい妻が、つけしいひもがを、着物にですね紐を縫い付けるんです。下紐、アンダーウェアは紐で結びますので、その紐をわざわざ奥さんが縫い付けてくれたんですよ、新しく。これはやっぱりね、無事であるようにっていう祈りを込めて紐を縫い付けてくれる、着物の。そうするとおまじないですよね。やっぱり例えばお守りを縫い付けてくれて、怪我をしないように、この典型的なのが箱根駅伝、必ずたすきにはお守りついてますよね。あれは無事であることを神様にお祈りした証としてお守りをつけてくれる願掛けですよ。これもやっぱり愛しい奥さんがあなたが健康で無事に帰ってきてくれるまではというふうに言葉を言いながら紐を縫い付けてくれた、その紐がっていうんですよ。耐えに行けるかも、紐がある時プツリと切れてしまった、あの妻が縫い付けてくれた、ご無事でお帰りくださいますようにというふうに言葉をかけて縫い付けてくれた紐が、まだふるさとに帰る前にプツリと紐が切れてしまったのだ。自分に災難が降りかかるのか、妻の方に災難が降りかかるのか、これは分かりません。でもやっぱりこういうふうに家族を思う、妻を思う切なる気持ち、その気持ちを汲んでいる夫、そんなものが歌の中に残されているっていうのは、本当にやっぱり、あ、そういう人と人とのつながりっていうのがこの歌の中に込められているなというのが見えてまいります。2首目、このあたりから父母ではなくてですね、奥さんです。はい、我が妹子が死ぬいにせよとつけしいひも、糸になるとも我はとかじとよ。我が妹子が死ぬいにせよとつけしひも、糸になるとも我はとかじとよ。もうひもシリーズ第2弾でございます。うちのかわいい奥さんがってことですね。我が妹子が死ぬいにせよと、まあ自分をこう懐かしむ手立てとしてください、何か本当に寂しくなった時に自分を思い出す手立てとしてくださいよ、しのいにする、それをしのぶよすがとするってことですね。よすがとしてくださいと言って、つけしひも、縫いつけてくれたひも、そのひもはもう擦り切れて糸になっても、私は絶対得ない。だから彼着替えないんですね。簡単に言うと着替えなかったってことになるわけですけれども、もう本当に擦り切れて擦り切れて糸になってしまうまで、私はうちの奥さんが結んでくれた紐は解くことなんかしないんだ、強い決意
妻の思いを汲んだ。一方でこれはですね、紐を解くってどういうことかっていうと、まあ、共寝をするっていうニュアンスがこれよく出てまいります。浮気するってことですね。男性が紐を解く、下紐を解くってことはそういうことを今度表すことにもなりますけれども、固い夫婦の絆の表れとこう読んでみると良いのだろうと思います。真面目ですよね。朝倉の増人くん、はい、神付けのの牛飼いくんも真面目です。愛妻家だったんでしょう。親ではなくて妻を子というそういう歌になります。そして3首目でございますが、我が岩炉に床も人もが、草枕旅は苦しと告げやら幕も。我が岩炉に床も人もが、草枕旅は苦しと告げやら幕も。草枕と出てくるのはこれは旅にかかる枕言葉ですね。彼らにとってみれば枕言葉であると同時に、実感を持って彼らはこの言葉を使っています。まさに草を枕として寝るんです。先ほど申し上げたように野宿です。野宿ですので、そうすると旅は苦しい、家を離れて野宿を重ねながら何はへと向かっていく、そんな旅は苦しいものでしかないのだと、告げやら幕も、そんなふうに誰か家の人に家族に知らせてやりたいものだというんですよ。だから自分はいかに苦労しているのか、大変な思いを今しているのか、その苦しみを家族に伝えたいな。だからといって携帯電話で電話することはできません。手紙書いて郵便から出すわけにもいきません。ですから彼らはどうするかというと、我が岩炉に床も人もがっていう自分とは反対方向に行く人を探すんですよ。それが我が岩炉に、私の家に行く人がいてくれたらなあ。もがもと一緒ですが、もがっていうのは願望を表すんです。だから自分のふるさとの方に向かって歩いて行く人がいてくれたらなあ、ことづてを頼むんですね。そんなに都へ向かって、何話に向かっていく道、そんなに人通りが多いわけじゃありません、当時は。だって普通の人たちが旅できる立場じゃないんですから。そうやって考えた時に、いてほしいなぁと願望を持つってことは、いかにその地方に行く人が少ないかってことなんですよ。だから自分の旅の苦しみを家族に伝えることすらできない。だからここは願望、願うんです。いてほしいというそういう思いになっているのがこの、伏丸くんなんですね。大友の伏丸くん。だからひたすら彼らは旅の途中で向こうから来る人がいないか、そんなことを見ていたんでしょう。休憩の時にそんな人と出会えば自分のふるさとに行く、あ、じゃあぜひこれをって言って頼んだでありましょう。字が書けたかどうかは分かりません。でも思いだけは伝えられます。ことづてできるんです。でもそれが叶えられたかどうかは分かりません。手よく分かった分かった、じゃあ必ずね伝えるからねと言って何がしかのものをもらうんですね。もらい取り、あげ損になったんだろうと私なんか思います。だって当時生きることですら大変、旅をすることでさえ大変な時代、そんな時代にやすやすとみんなことづて受け取ってたらですね、大変なことになります。これはそうやって考えてみると、こういった歌も大変なんだろうなと思います。で、早く参りました。神津家最後の歌でございます。有名な歌でございます、薄い峠を読んだ歌。意外と皆さんこれ信濃の国の先森が読んだ歌だと思ってる方が時々いるんですけれども、向こうから来ないことには薄いの峠は越えないんですね。そういうことなんです。信濃の国の人は薄いの峠は越えません。ひなくもり薄日の坂を越えしだに芋が恋しく忘らえぬかも。ひなくもり薄日の坂を越えしだに芋が恋しく忘らえぬかも。もう何も言うことはございません。旧薄い峠のところに、お亡くなりになりました中曽根康弘さんの歌碑が立っております。この歌
ところが間違っております。可否は間違っております。どう間違っていたかも読みます。ひなくもりうすひの坂を小枝だに芋が恋しく忘れえぬかも、忘れえぬかもになってます。忘らえぬじゃないんです。忘れえぬかもになってます。中曽根康弘ちゃんと勉強していませんでした。若干ビデオに撮られてるんで気にはしますが、私が学部4年の時にですね、その薄井峠の歌碑、万葉歌碑を私の師匠、信州は高遠出身の伊藤博という万葉学者と共に訪れました。その時に間違ってるっていうことにうちの師匠が気がつきまして、1メートルぐらいの石台があって、その上に3メートルぐらいの石碑があるんですね。あそここの万葉歌碑立っておりますが、その石台の上に上がって、うちの師匠は水性ペンとか万年筆を使わない人でしたので、常にベルトに矢立てを刺しておる。その矢立てを出してですね、墨をちょっちょっちょっとつけて、その忘れのところに、そのそば脇にですね、ラッって書いてですね、で写真を撮りなさいって言って、記念写真として今でも残っております。昭和63年の10月のことでございます。中曽根康弘事務所に送ったそうでございます。今なお、直されることなく薄井峠の日は経っております。今申し上げたように、薄井峠を越えるのは下野、上野、そういった武蔵の国の人たちも含めての歌うたであったということを見てみれば、これが信濃の国の歌でなくてよかったなと、ような思いでございます。残りあと7分ほどになってまいりました。いよいよ武蔵の国に参りました。多いですね。これやってると第2項の中西先生の講座に食い込んでしまいますので、見ておきたいのは、実は今まで見てきた下野、上野、それから信濃の国の歌にもちょっと言えるんですけれども、基本的に咲森が読んだ歌なんですよ。ところが信濃の国の歌には実はちょっと抜き出して別立てにしましたが、資料4枚目のところ丸の4、武蔵の国の東京、埼玉、神奈川の咲森たちがですね、読んだ歌の中には実は家族が読んだ歌があるんです。これが大変特徴的な歌ですので、ある限りをあるを尽くして時間の中で見てまいりたいと思います。資料4枚目の中ほどを見ていただきたいと思います。妻、作者名見ていただくと、妻物の部の閉じ目という奥さんが読んだ歌、つまりこれは別れの場面でおそらく読んだであろうということが見える歌でございます。こんな歌でございます。色深く背長衣が、衣は染めましを見さかたまらばまさやかに見ん、色深く背長衣は染めましを見さかたまらばまさやかに見ん、こんな歌が残っております。まあ、ちょっと変わった歌ではありますけれども、非常に妻の読んだ歌ということで面白い歌だなと思って最初に取り上げております。で、これ色深く背長衣という言い方で出てくる歌なんですけれども、色がとても濃いということですよね。色が深いというのは深く染めてある、濃く染めてある、そんなようなあなたの衣は、背というのはこれ男性のことを慈しんで言う言葉です。背です。背子っていうとあなたと呼びかける言葉です。じゃあ男性は女性のことを慈しんで呼ぶときに何て呼ぶかというと、いもと呼びます。だからいも、せという言葉が対になりますので、今夜今日この講座が終わってお帰りになりましたら、お母様たち晩御飯ができましたら、我がせこ夕げの支度ができました、呼んであげてください。お父様たち、男性の皆さんはお帰りになったら、いも無事に帰ったよとこう挨拶をしてあげればよろしいかと思います。何か82財団の今日行って何か出かけて何か変な知恵がついてきたんじゃないかと、ちょっと万葉人になってみたとこう言ってあげてください。しっかりとですね、濃い色で染めたあなたの衣は、とあなたの衣装は、と
染めましよ御坂たまらばまさやかに民と、まあ、染めればよかった、そんなしっかりと染める、その染めることでまさにですね、御坂たまらばというのがちょっと分かりにくいんですを、坂をお越えになる時にっていうぐらいの意味なんですね。この御っていうのは坂に対する敬語なんですよ。先ほど申しましたね、坂とか峠には神が宿る、その神の宿る坂をお通りになる時には、お通りになるのである、お通りになる時にはさやかに、いや、さやに身もかも、さやっていうのはこれはっきりととか鮮やかに見ることができるでしょうね。とってもいい歌だと僕思います。どういうことかっていうと、あなたこの色を染めたのはこの妻なんですね、着物の濃く染めました、だから、しっかりと、染めたのだから、あなたの衣はしっかり染めていたのであれば、それは神の宿る坂を越える旅ごとにその濃く染めた着物の色が峠から見ることができるでありましょう。はっきりあなたの姿を見ることができるでありましょう。ですから家族も出かけていった夫たちの姿を、後ろ姿を消えてもなお見続けていたんだろうと思うんですね。そんな妻の思いがこういうふうに出てくる、そんなような歌が一首ございます。そしてですね、もう時間がございません、一つは見ておきたいのは三首目の歌を見ていただきたいと思います。三首目の歌です。歌番号でいうと4416という番号が付されている歌でございますけど、4416、草枕旅行く瀬長丸寝せば岩なる我は日も解かず眠、草枕旅行く瀬長丸寝せば岩なる我は日も解かず眠、草を枕として旅に行くあなたが、瀬な、瀬って言ってますよね、やっぱり愛しいあなたが、旅の途中なので野宿で寒い思いをしながらお休みになっているのだから、岩なる我は、家で過ごしているあなたの帰りを待っている私は紐を解かずね、あなたが結んでくれた下紐を解かずに寝てあなたの帰りをひたすら待ちますよ。妻の切なる思い、夫の紐は妻が結び、妻の下紐は夫が結ぶんですよ。そんな強い夫婦の絆みたいなものが見えるかと思います。そしてもう一首、この4枚目の最後の歌でございますが、草枕旅のマロネの紐を耐えばあがてとつけろこれの春もし、草枕旅のマロネの紐を耐えばあがてとつけろこれの春もし。なかなか気配りのある奥さんであるとともに元気がいいですね。草枕旅のマロネ、まさに今読んだマロネセバ、マルネセバと、あなたは野宿をしている、そんな野宿の中で私が結んであげた下紐の紐がプツリと取れてしまう、切れてしまうようなことがあった時にはあがてとつけろ、これを私の手だと思って縫い付けてくださいよ、あがてと私の手だと思って縫い付けてくださいね、このこれの春もしと、この針を持ってあなたが自分で自分の手を私の手だと思ってこの針を使って切れた紐をまた縫い付けてくださいよ。ですから旅に出る時には針を持ってたってことだ。奈良時代のこの先森は裁縫道具を持って自分で破れたら修繕し、紐が切れたら、縫い付け、そうやって彼らは旅をしていった。我が手とつけろと声をかけたのは別れの場面だったんでしょう。そんな心の優しさがこの歌の中からも見えてくる。妻の倉橋部の乙女という人物、この夫と再会ができたのかは私たちは知る由もありませんけれども、
先盛りとして行く男たちの立場、そしてもう一方で、そのふるさとで帰りを待つ父母、母父妻子、そういったような人たちの思いがこの先盛りの歌の中に散りばめられている。そして今日見たように東山道を通った人たちの中には、東山道であることの必然性はあまり感じられないけれども、どの歌を読んでも普遍的な思いっていうのはあまり変わっていないな、家族を思う気持ち、そんな思いは変わらないのだっていうことを先盛りの歌を通して感じ取っていただければ、本日の私の話なんとか席を塞ぐことができたのではないのかと思っております。時間を1分超過いたしましたが、以上で私のお話終了とさせていただきたいと思います。長時間にわたってありがとうございました。